コンピラ神社なるものがありますね。ここはですね、福浦港です。志賀町っていうところにありますね。ここへ、まあ今日は来たかったということで、旅に出る前から一回ですね、ここへはまあ来なきゃダメだなというところだったですね。はい、これがあのレンタカーで、この車とともに2泊3日でですね、能登半島を一周したいと思います。それで来たかった、まあ、理由なんですけれども、ここにあの史跡ふくら津というふうに書いてありますね。ふくら津、まあふくら港は昔ふくら津というふうに言われてたんだけれども、その横にですね、ちょっと字が多分見えないんだけれども、牧会施設来航の地っていうのがありまして、日本の国はですね、奈良時代、平安時代にかけましてですね、牧会とですね、交流を持ったそういう国な、国だったんですね。それで牧会っていうのは高句麗がですね、688年に滅びましたけれども、その後698年から926年まで、今のまあ大体、昔の満州国と同じような場所ですね。今で言えばロシアとですね、それから中国と、それから北朝鮮ですかね。それにかかるような場所をですね、渤海という国がまあありまして、それは大変まあ盛んな国だったということで、その当時はまあ、中国の方は唐でですね、唐という国がありまして、それで朝鮮半島ではですね、これは統一しだぎの時代でありまして、渤海は唐とも新羅ともあまり、まあ、仲が良くなかったんですね。昔とにかく高句麗と呼ばれていた国のですね、身分の高い、それこそ支配者階級の方がですね、渤海という国をまあ作ったということで、そのいきさつもありまして、自分たちを滅ぼした唐とか新羅とはですね、まあそう仲が良くない、最初から仲が良くなかったんですね。それで日本とでは国交もと、軍事的にもですねつながっていこうということで、日本にまあの国に朝貢というような形で、日本のまあ、に日本が宗主国になるわけですよね。向こうは従属する国ということで、渤海は使節団を送って、その使節団がですね、どういうふうに来たかといいますとですね、この北西の風に乗ってですね、秋から冬にかけて北西の風に乗って日本海を縦断してきたっていうんですよね。雄大なまあそういう旅だったんですけれども、それをですね、その道をですね、日本道というふうにまあ名付けたわけですね。向こうの渤海からすれば日本の国に行くわけだから日本道ですよね。日本道と言いまして、その日本道のまあもちろんいろいろなところにですね、風を頼りの航海ですので、渤海の船は着いたということなんですけれども、この福浦の港にですね、福浦津ですか、この港にですね、着くことも多くて、ここにですね、能登客員という、まあ、いわゆる、その渤海のですね、
通信士、まあ、施設団がですね、泊まるような場所を作ったと。日本はまあ彼らを歓迎したわけですね。そういう場所があったんですよ、ここに。それを能登客員と言いまして、もう一つそういう客員がありまして、それは敦賀にありまして、敦賀の方は松原客員と言いましたね。そういうのがまあありまして、ここはですね、大いにですね、対岸のまあ渤海の国とまあ交流を持ったということなんですね。その前にはですね、高句麗、渤海のまあ国の支配者たちがいた高句麗、高句麗ともですね、ここは非常に密接に能登半島はつながりがありまして、高句麗そして渤海のですね、玄関口として能登客員、この福良津はですね、大いに今当時栄えたと。奈良時代、それで平安時代の初期ですかね、そういう場所です。で、私もぜひここへ、まあ、来たかったということで、これはその後北前線の港としてですね、元禄期頃からですね、まあ、盛んになって、江戸末期には諸国の船も交えて相当にぎわったという、そういう北前船の港でもあります。まあ、景色もいいし、ここは外海な、能登から見ると外海で、多分風も強いんですよね、内海の方から見ると。ただ今は非常にですね、綺麗で安定している、そういうで風景も非常に穏やかで、まあ今日は5月のですね、18日どっちだったかなという日付になってますけれども、まあそういう、非常に気候の、日本の国としても気候のいい時にですね、いわゆる初夏ですかね、新緑の頃にここを旅できて、それこそ渤海市のですね、旅の苦労がですね、なんか失礼になるような感じですよね。彼らは秋の終わりから冬にかけてそうやってやってきて、で夏に帰ってくということなんですね。お土産をいっぱい持ってったそうです。で、当初は軍事的な目的だったんだけれども、後半になっては貿易ということで彼らは来たということですね。じゃあこれはここでおしまいにしたいと思います。